読みたい本が見つかる話。こんにちは、浅井博明です。今回ご紹介するのは第二次世界大戦で戦った狙撃兵の物語。こちら、逢坂冬馬、同志少女よ敵を撃て。1942年2月、ロシア・モスクワの近郊のとある農村にセラフィマという18歳になる少女が住んでいました。村に住む人の数はわずかに40人ほど。その村でセラフィマは優秀な漁師であるお母さんの手ほどきを受けながら森の中で獲物を狩る日々。その日、親子が村に戻ると、村がドイツ軍の襲撃を受けていました。村人は一箇所に集められ、汚い身なりのドイツ兵たちに脅されています。セラフィマのお母さんは離れた丘の上からライフルを構え、敵の指揮官とみられる男に照準を合わせます。しかし彼女が引き金を引くよりも早く、敵の狙撃兵が彼女を発見していました。彼女は隣にいる娘の目の前で射殺され、同時に集まっていた全ての村人も殺されました。目の前で起こった恐ろしい出来事に呆然とするセラフィマだけが残されました。この娘をどうやって楽しもうか、ドイツ兵たちが笑いながら相談をしていると銃声が響きました。殺されたのはセラフィマではなく、彼女の目の前にいたドイツ兵です。赤軍がやってきたようです。他のドイツ兵たちも次々に撃ち殺され、しかし何人かが慌てて逃げていきました。セラフィマの命を救ったその赤軍の部隊を率いているのは女性の兵士。彼女は村人の死体も村の家々も全て燃やすように指示しました。たった一人だけ生き残ったセラフィマに対し、その女性兵士は言いました。お前は戦うのか死ぬのか。セラフィマの答えは、殺す。そうか、ならば今は殺さずにおこう。こうしてセラフィマはその女性兵士の率いる部隊に迎えられることとなりました。そう、兵士の一人として。という、これが冒頭の40ページほどの出来事。第二次世界大戦でナチスドイツとソ連軍が恐ろしい数の犠牲を出す激しい戦争を繰り広げていたことをご存知でしょうか。この小説は当時のソ連軍に実在した女性だけで構成される狙撃隊の戦いを描いています。この後セラフィマは血を吐くような厳しい訓練に耐え、スナイパーとしての才能を開花させます。彼女と同じように家族を亡くし戦うことを選んだ仲間の少女たちと共に、いよいよ最前線に送り出されます。とにかく無心で敵を撃つ、邪念が入れば照準が狂い、一瞬でもためらえば敵に撃たれる、極限の緊張感の中での戦いに明け暮れる日々。共に訓練に耐えた仲間は一人また一人と命を落としていきます。母を撃ったドイツ軍の狙撃兵は顔に傷のある男で、イエーガーという名前で呼ばれていました。この戦争が終わる前にあの男を必ず仕留めてみせる。セラフィマの復讐が果たされる日は来るのか。という戦争を題材にした冒険小説であり青春小説です。日本人の作家さんが書いているんですが、日本人は一切出てきません。赤軍というのは第二次世界大戦が終了するまで存在したソビエト連邦の軍隊のことです。この軍隊では当時としては大変珍しく、女性の狙撃手を数多く登用していたんですね。僕が読んだことのある戦争を扱った小説というのはほとんど全てが太平洋戦争を題材にした日本人の話でしたが、同じ頃にヨーロッパでこれほど残酷で悲惨な戦いがあったというのはあまり知らなかったんで、いろいろと衝撃でしたね。とにかく全体を通してものすごい緊張感、そして迫力。間違えて先を読んでしまわないように左側のページを手で隠しながら読むようにしていました。手に汗握る展開にハラハラして、少女たちの友情に涙する。この作品がデビュー作の作家さんのようですけどね、ものすごいクオリティでした。ぜひ皆さんも読んでみてください。以上、今回ご紹介したのは逢坂冬馬、同志少女よ敵を撃てでした。 I hope you become a book lover. Adios.